スペイン語から見る世界。スペイン語を母語とする人は世界に約5億人以上。中国語に続いて世界で2番目に話す人の多い言語です。スペインをはじめブラジルを除く中南米18カ国、アフリカ1カ国、計20カ国における公用語。その代表的な国がスペインですね。建築や文学、アート、映画、音楽、どれもインパクトを持つスペインは日本でも身近で人気のある国です。また多くの世界遺産があり、世界観光ランキングでは常に上位に位置する国でもあります。世界遺産といえば、世界の絶景スポットとして話題のペルーのマチュピチュ遺跡、キューバのハバナ旧市街、エクアドルのガラパゴス諸島、これらもすべてスペイン語圏ですね。1億人を超える世界最大のスペイン語母語話者を擁する国がメキシコです。近年、製造業における日系企業のメキシコへの進出が目覚ましく、ビジネスの場でのスペイン語の需要は高まっています。アジアでスペイン語と関係の深い国としてはフィリピンが挙げられます。フィリピンは1898年までスペイン領であった関係もあり、特に上流階級の間でスペイン語が使われていました。都市名、史跡、通りや広場の名前にもスペイン語が残り、公用語が英語になった今もスペイン語の関心が高い国です。そしてアメリカでは人口の 20% 近くが中南米のスペイン語圏諸国をルーツに持つヒスパニック。その人口は年々増加の傾向にあります。近年、スパングリッシュという英語とスペイン語を混ぜて話す人も少なくありません。今後期待されるヒスパニックマーケットを見据え、今スペイン語を学ぶアメリカ人も急増しています。世界をスペイン語という視点で見てみると、全く違った文化や歴史背景を持つ国で話されていたり、私たちが身近に使っている言葉にもスペイン語を起源としたものがあったり、今まで知らなかった世界がスペイン語を通して見えてくる。それがスペイン語を学ぶ魅力でもあります。